皆さんはドリフト専用にカスタマイズされた GTR があることをご存知だろうか。1000馬力にまで高めたエンジンで華麗に、そして豪快にドリフトを決める。既存の電子制御による 4WD システムをあえてカットし、アナログな二輪駆動にして制御したトヨタイヤ G ライオントラストレーシングのグレッティ R35 スペック D。 箱根ターンパイクを封鎖して行われたヒルクライムは、このモンスターマシンを世界的に認知させるきっかけとなった。35GTR の車重はもともと約 1.7 トンあり、この重量ではドリフトに求められる機敏な動きができない。そこで限界ギリギリまで軽量化されたフレームパーツはもちろん、ボディにカーボンを多用し、ドアやリアガラスをアクリルに変更するなど徹底した軽量化で約 1.3 トンまで下げることに成功。数々の伝説を作り上げてきたチーム所属の川端正人が、ドリフト競技の最高峰 D1 グランプリにおいて2015年シリーズ制覇を達成した。しかし翌2016年、 GTR の特徴でもあるヘビーウェイトがチームを苦しめた。そしてこの年はライバル斎藤大吾選手に敗れ、川端は2位の成績で幕を閉じた。今よりもっと軽い GTR が作れないか。グレッティ R35 スペック D、 2号機の開発プロジェクトが始まった。最近のその D1 の流れで、鈴鹿とか、富士とか、なかなかその広いコースでサーキットでっていうのがだいぶ少なくなってきて、まあ、お台場だったり特設コースで、まあ、ちっちゃいコーナーを回るっていうのが多くなってきたっていうのもあって、GTR ってどっちかというと、まあ、ヘビーウェイトで、まあ、それをパワーで、走らすっていう車なんですけど、ちょっと分が悪いな。目標は、マイナス100キロ。できればもうちょっとそれ以上軽くしたいっていうところで、まあ、1号機をシェイプアップするよりも新しい車を製作しようっていうところからスタートしました。2号機の構想は以前からあったという。新しい車を一から作る、本来は簡単なことではない。しかし1号機の成功が経験としてある中での開発であったためか、中上監督の描くイメージ通りに2号機の開発は進んだ。例えばその1号機っていうのは、ちょっとその駆動系とかを守りたいっていうのもあって、エンジン、ミッション、デフ全部フローティング、ゴムブッシュで逃がしてたりするんですけれども、もう2号機はもう考え方を全部変えて、とにかく、軽く動きをこうシャープにしたいっていうのもあって、フルリジットなんですね。まあ、ミッションも今までの OS からホリンジャーに変更して、レフなんかも変えて、今まで使ったことのない部品を使ったりしてたんで、どういうトラブルが出るか全く未知の状態だったんですけれども、外観はほぼ1号機と同じではあるが、中身は大きな進化を遂げた。 D1 グランプリのレギュレーションに沿うようには作られているが、必要なもの以外は一切排除されている。インパネも純正のメーター類はなく、型取りされたカバーだけが装着されるなど徹底的に軽量化された。そして本格的なテスト走行を迎えた。この番組はドリブントゥパフォーム東洋タイヤーズの提供でお送りいたします。より実践を想定したテスト内容をこなしたんですけども、まず開幕戦のお台場、その次にある筑波、低速コースと高速コースとどういうセットがいいかなっていうのを一通り試した感じですね。仕上がりとしてはすごく順調に進んできてるとは思うので、大きなトラブルもないし、イメージ通りの走りもほぼほぼできる感じになっているので、そんなに苦労せずに開幕を迎えられるんじゃないかなと、開幕戦もいい走りができるんじゃないかなっていうような、そんな印象、今日のテストの印象ですね。はい、無事に2回目のテストを終えた川端は宮城県に向かった。東洋ゴム工業仙台工場、ここでチーム東洋タイヤーズドリフトの走りを支えるタイヤ、プロクセス R888R が作られている。一番この表面になる部分、ここでいうと、この表面になる部分、これサイドとかっていうのは別々に貼り合わせてるんですか？あ、そうです。ここの部分、サイドです。ここ一点差も厳しいんで、ちょっとでもバランスもおー、開いた。おー、湯気出てる。ちょっと次からちょっと大事に使うように、こんなに手間かかってると思わんかったんで、すごい、でも感動しました。ドリフトの精度を最も左右させるもの、それはタイヤである。タイヤのグリップバランスでドリフトの質は大きく変わる。フロントタイヤに求める要素はグリップ力と剛性。オーバーステア状態を維持しやすくするためにグリップ力は不可欠であり、ドライバーの素早いハンドリングを反映させるために剛性が必要とされる。酷使するリアタイヤにはさらに寿命も求められる。東洋タイヤーズのプロクセス R888R は高いドライグリップ性能と優れたトラクションコントロール性能を備えたモータースポーツ用タイヤである。去年の末にリアタイヤで R888R を使うようになって、トラクション性能はもちろん上がったんですけど、ちょっと車のバランスがちょっと崩れてしまう部分もあって、要するにフロントのグリップ力が足りなくて、パワースライドで乗ればうまく乗れるんですけど、限界付近のコーナリングをした時にどうしてもフロントが逃げてしまうという傾向にあったので。でまずそのリアタイヤを強く要望したんですけども、もちろんバランスを取るためにフロントタイヤも必要だという話にはすぐなりました。ドリフトって見た感じ滑らせるっていう競技の印象が強いと思うんですけれども、車速を出すためには滑った後いかにその限界付近を使って滑らせた後に戻す、滑らせる、戻すっていうギリギリのところを使って前に進めていくっていう競技ですので、スピードが上がってくる分よりグリップの高いタイヤが必要になってきます。ドライバーからアンダーステアがきついっていうようなコメントを返事いただくようになりまして、後のその R888R のサイズラインナップの展開の中に従来使ってた285359っていうフロントサイズがありましたので、よりフロントを抑え込むことによってコーナリングを速くしていくっていう目的のもと、2017年度からフロントも R888R を投入することにいたしました。宮城には川端の古くからの友人であり戦友がいた佐久間達也である。現在は D1 グランプリからは遠のいているが、マシンコントロールに定評がある川端も認める選手の一人である。2014年 D1 グランプリでデビューした当時の1号機について語ってもらった。そのマサト的には GTR でやりますとなって、その実際初めて乗った時にそのイメージとこう違った部分っていうかあった部分とかってある。いい部分っていうのはこのエンジンはすごいと、今まで苦労してたそのパワーを、やっぱりシルビアのエンジンやとやっぱりパワー不足を感じてたのが、このエンジンはすごいって思った以外はもう絶望しかなかった。重い。重い。ああ、やっぱ重いよね。角度もつかない。これは勝負権がないなと。もうまあ今年はね、やっぱり GTR でその活躍するっていうイメージが全く乗り始めの時はなかったですよね。でまた開幕がまた雨で富士が。そうそう、あれひどかったね。でまあなんとか乗ってはいたんですけど、追走までなんとか行って、その相手が大吾やったんで、あそっか、一発目から大吾かってなって、あもう全然ついていかれへんかったね。全然ついていかれへんかったです。そうやったそうやった。乗り始めた時はもう無理やなってやっぱ思ったんですね。これはもう全くグリップしないと。鈴鹿でタイヤができたんですよ、 R1R。 ああそうかそうか。で予選で100点出して、お単走、予選も単走もそうだもうシードじゃなくなったんで、でそっから予選から走って、ただもうめちゃめちゃ調子よくて、相性が良くて、そのハイパワーとハイスピードコースが。でも開幕からそれまでにトラストさんが車をそう大幅に改良したんやね。100キロぐらい軽くしてもらって、あれはねずっと言われた、全然別物にしましたからって言って。100キロって言ったらだいぶだって違うよね。すごい軽量化してもらって GTR でボーンってみんなに見てもらうようになったのがやっぱ箱根。ああそうかそうか。ターンパイプがその時、あれで GTR のドリフトのイメージがだいぶついたんじゃないかなと。いまだにやっぱ言われるんですよね、箱根のドリフトが。もうその頃はやはりこの自由自在に、自由自在いうか、そうもうパワーがあるから何とでもなるなっていう。話は尽きず夜の街へ。大吾相手の時は全開でいけるから、もうスタート前のワクワクがもうマックスなんですよ。できる環境にある時は俺すごいもっといってほしい。いけるとこまで。いけるとこまで。やりたい自分がいる。いやでもな、俺の本業はこっちだと思う。ただ続けるだけが全てかな。もちろん第一線にずっと続けることが一番大事だと思うんですけど、大事なのはドルトを失っても生きていく術がある。俺これで成績落ちてもう全然使い物にならないんだったら、生きていく術をこれから一から作っていかなあかんみたいな。やっぱねいろいろあるじゃないですか、その時その時ってね。でその時にいろんなことを学んだり、結構ね達也からいろいろ学んだり。そう達也には言わないですよ。いや本人に言わないですよ。いや請求されるからこれこうやって気の許せる仲間だから言える本音、ドリフトだけを仕事にしていることへの誇り。しかしその裏にある漠然とした不安、川端の強さの秘密はここにあるのかもしれない。いよいよ開幕戦を2週間後に控えた3回目のテスト走行。2号機にもカラーリングが施され、チーム全員に気合が入る。1回目のテストっていうのは本当に車がちゃんと動くのかの確認で、バグ出しみたいな感じですね。で2回目のテストっていうのは、車のベースセット、基本になるセットアップっていう感じにの確認をした。今回は、お台場を想定して、コースもお台場を想定したコースを作って、その中で、それに合わせて、セッティングを取ったっていう感じですね。今日だいたい足のセットアップも決まったんですけれども、やっぱりその中でちょっとしたトラブル、例えばちょっと調整しようと思ったけども、干渉しちゃって調整が効かなかったとか、そういうちょっとしたトラブルがあるので、その辺の見直し、再確認っていうのはお台場までに、やるんですけども、耐久性っていうのは本当にその使ってみないとわからないし、そこが例えばダメだった時に対策っていうのがすごい難しいんですよね。もう耐久性のキャパがもう少なかったら、やっぱりそれもうちょっと違うものに変えなきゃいけないってなると、すごい大仕事になってしまうので、今のところそういうのがなかっただけでもすごい一安心な状態です。一応ですね、1号機の方は、純正ベースでやってるんですけども、新しい方はアームをですねちょっと伸ばして、動きを変えてます。基本的には変わらないですけど、末永選手に合わせてバネとかレート変更とかはしてます。多分それぐらいですね。かなり個人個人の趣味が入ってますよね2号機の場合は、趣味の域が入ってると思います。人でどっちが誰がどっちをやるかは決めてあります。かつて乗っていた1号機は末永正雄選手が引き継ぐことになった。今シーズンから2台体制となり、開幕戦を迎えるピットクルーに不安が残る。なかなか難しいです。そっちの方が思っていた以上に大変で、一応分担決めてこう分けてはいるんですけども、作ると人間なんかもこう一緒だったりするんで、ちょっとごちゃごちゃになっちゃう部分ありますね。自分なんかもセットをこう一台一台こう見ても、ちょっと考えてこうどうしようかな、次こういうふうのがいいのかなっていう部分でも、もう一台が今度ピットに今入ってきちゃったりすると、なかなかその頭の切り替えができなかったりとか。でメカニックの方もやっぱり担当っていう部分で分けてはいるんですけれども、どっちかにちょっとかかってるともう片っぽの方が、おざなりにされてちょっとミスが出ちゃったりとかって今日もちょっとあったんですけど、その辺をちょっとお台場までにしっかりチームの体制固めて、ミスのないようにちょっとやりたいと思います。D1 グランプリには1名ずつ走行して得点を競う単走と、1対1で走行し勝敗を決する追走がある。審査員から発表されたコースを正確に走行し、ドリフト時の角度、スピードなどが総合的に審査される。ドリフト時の角度はより大きく、速度も速い方が得点は高くなる。追走では先行と後追いを順番に入れ替え走行する。先行は自分のベストの走りをし、後追いは先行の車両に合わせたドリフトをすることが求められる。そしていよいよ D1 グランプリ2017の開幕戦がお台場で開かれた。残念ながら天候は雨、くしくも1号機のデビュー時と重なる。ファンや関係者が見守る中、単走が始まった。結果は2位、まずまずの発進だ。続く追走に期待が高まる。それもそのはず、初戦でライバル斎藤大吾選手と対決するからだ。お互いニューマシンでの対決、ファンにはたまらないカードだ。注目の結果は斎藤大吾選手のマシン不調により勝利。ベスト8の戦いでは攻めすぎた走りで相手をプッシュしてしまい敗退。結果は5位となった。翌日行われたラウンド2は晴天に恵まれた。残念ながら単走は5位。追走の先行では圧倒的なパワーを生かし、対戦相手を寄せつけない。しかし後追いではデフのサイドフランジが破損してしまい、3位決定戦をリタイア、4位の結果となった。今回 888R を投入するにあたって、そのフロントのアンダーステアを消すっていうのが一番の目的だったので、その点に関しては十分改善できてるではないかなと、外から見ても川端さんのフィーリングを聞いてもできたのではないかなっていうふうな印象ではいます。去年取り逃がしたチャンピオン、もちろん狙って行ってほしいし、で、それを狙えるような車を作ったつもりです。で、今のところ自分たちが思ってたような車の動きになってるし、十分チャンピオン狙えると思ってます。去年はもう一勝もできず、何もこう成績らしい成績が残せなかったので、今年もちろん目指すはシリーズチャンピオンなんですけど、それも大事ですけど、まずやっぱり目の前の一戦一戦を優勝して、結果を出すと、そこに尽きるかなと、そうすれば間違いなくチャンピオンだし、いい、ただ勝つだけではなくて、やっぱりみんなの記憶に残るような。すごい勝ち方、すごい対戦っていうのをやっぱり見せていきたいですね。2017年シリーズ王者奪還を目指し、チームの挑戦は続く。この番組はドリブントゥパフォーム東洋タイヤーズの提供でお送りいたしました。